Never give up。はい、おはようございます、久しぶりですね。今日はですね、チャチャタウンコクラさんでライブをする日となっております。年4回あるんですけども、今日はその日となっておりまして、初の試みね、謎のベールに包まれたチャチャタウンコクラの一日ルーティンを行っていきたいと思います。今日も最後まで。痛い。痛くない。もうちょっとあっという間にバタバタですけども、それでは、行っていきたいと思います。今日は小倉です。今日はですね、まあ小倉にそのまま直接向かうので、もう冷水トンネルっていうね、もう本当よく使ってるところを通ってね、行きます。まあ車運転しだしてから本当にいろんな道を覚えてもどこでも行けるようになったから、まあドライブも楽しいですね。チャチャタウンにね、なんで出れるようになったかっていうと、まあ教室講師仲間のね、中島先生、中島さんが一回連れて行ってくれたんですよ、チャチャタウンの演奏にね。で僕を出してくれました。その時はバンド演奏で、やったんですけど、まあめちゃめちゃ評判が良くて、なんでしょうね、好評だったんです。でその流れでね、多分皿倉山かなんか山の上で演奏できるみたいな、そういうお仕事をいただいて、その時もそのバンドメンバーで行ったんですけど、これも結構盛り上がって、まあその実績を認めていただいて、そこの流れからソロ演奏でお声がかかるようになり、多分あれがね2018年とかだから結構長いんですよね。もう6年ぐらいお世話に、まあ、なってます。であそこはやっぱりちょっと土地柄もあるというか、年齢層の高いお客様が多いので、やっぱ昔の歌が受けるわけですよ。で僕はちょうどその頃って施設とかを回ってた時期だったから、昔の歌をめっちゃ覚えていた。まあだからまあ受けますよね。そう、1回目からまあめちゃくちゃ盛り上がりました。はい。でそれがきっかけでね、年4回は必ずまあ呼んでいただいてるっていう感じですね。僕としてのまあ唯一のねレギュラー演奏なのかなって思っています。ここ最近バターコーヒーを飲むとね、その喉の調子がいいっていう話をめっちゃしてると思うんですけど、先日の教室の発表会のまあリハーサルでも確実にその成果が出てて、まあなんか喉の不調っていうのが今なくて、こんなのって人生でも初めてなんですよ。まあっていう中での今日のライブ、確実にその変化がまあ出るんじゃないかなと思ってますね。まあ何か言いたいかっていうと、普段以上のパフォーマンスを高確率で見せられるんじゃないかと、まあ、思ってます。だからね、今日はねめっちゃ楽しみ。こんな
に帰れない、あれ帰れない、帰れない、あれ合ってるか、あれ少し粘っていこう、あと少し少し粘っていこう、僕らは、あ、はい、ということでね、到着しました。いやー、長い旅でした。まあまあ慣れたもんでありますけどね。さあ、結構ね余裕持って着いたんで、少しね、ゆっくりしてから、会場の方向かっていきたいと思います。それでは行きます。ここがね控室になります。今ね1時過ぎくらいかな。ここからリハーサルを行って、後に、まずは1回目の本番となります。準備ねしていきたいと思います。2人、演歌じゃないけど歌謡曲、歌謡曲、はい、で、え、あ、作らないですか今、はい、七教は一人でやります。じゃあ今から少しだけちょっと音のチェックをさせていただきますので、これほら縦文字、縦文字ですよ。よかったら2時からお待ちしております。よろしくお願いします。今日は2時からと、4時からですね、こちらで、やらせていただきたいと思います。横文字のタイトルの曲はなかったと思います、ね、やるんですけど、今日はもう皆さんが知ってるやつばっかりをやろうかと思ってますので、ね、楽しみにしていただければと思います。もうすぐ始まりますんで。本日もチャチャタウン小倉にお越しいただきましてありがとうございます。本日のイベントはモッチーさんの素敵な歌声でポップスライブをお楽しみください。それではモッチーさんよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今日なんか本当に天気危ういと言われていたんですけれども、こちらでやるときはね必ず雨が降らない状態で毎回やらせていただいたのでね、今日も絶対降らないと、信じてきたんですけれども、やんでおります。今日は雨に濡れることなくお楽しみいただければと思います。福岡を中心に活動しておりますステップアップというバンドのボーカルをやっておりますモッチーと申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。もうみんな大好き美空ひばりさんの川の流れのようにからまずは始めていきたいと思います。それでは聞いてください。
ますので、通常7曲入りで1800円で販売させていただいておりますが、もう今日来ていただいた皆さんにはですね、1000円で販売させていただいておりますので、よかったらですね、もう手に取ってみるだけでも結構ですので、見ていただければと思います。よろしくお願いします。 YouTube をやってるんですね。でよかったらチャンネル登録のね、お願いだけさせていただいて、もうここでもう地道にね、今やらせていただいて、ね、もうすぐ5800人まで今行きそうなところまで来てます。あふれる想い街中に、すべての痛みだけメロディーに掲げればなり、さまに出す2時の分終了したいと思います。次は4時よりお待ちしております。どうもありがとうございました。モッチーさんの素敵な歌声、お楽しみいただきました。それではもう一度モッチーさんに盛大な拍手をお願いします。ありがとうございました。モッチーさんのステージはこの後16時からもう一回やります。よろしければ聴いてください。ありがとうございます。わあ、すいません。じゃあこちら声援になります、はいはい、すみません、ありがとうございます。チラシも持っていかれてください、はいはい、どちらあ、すみません、ありがとうございます、はい、あ、こちらで、じゃあ、はい、はい、あ、よかったらチラシも持っていかれてください、はい、すみません、よかったらチラシも持っていかれてくださいね、すみません、あ、すみません、ありがとうございます。またお待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。元気をもらいます。ありがとうございます。綺麗な声ですね。ありがとうございます。うん、かっこいい。いつも私歌聴きよ。もうね、だって毎日やってますもんね、イベントね。はい、すいません。いいですか。大丈夫。はい、すいません。こんにちは。はい、ありがとうございます。これまたチラシ持って帰ってください。はい、すいません。ありがとうございます。わ、いいんですか。わ、いや、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。やっと中に年金いただいたので。もういつも聞きよ。あ、嬉しい。本当ですか。どれが好きですか。あのね、DVD プレイヤーね。あ、はい。登録できるけ。あ、はいはいはい。入れてですね。車の中とかどこでも消えますもんね。あ、じゃあ一番最初のやつだけ。はい、はい。あ、ネバーステップ。あ、そうそう。はい、お、聞きよ、聞きよ。あ、美味しい。どう。ダメよ。お、いいですか。わあ、すいません。お、気持ちいい。聞いてくださいね。それでは2部行ってきます。本日もジャザタウン小倉にお越しいただき誠にありがとうございます。本日2回目のステージになります。モッチーさんの素敵な歌声でポップスライブです。それではモッチーさん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。2時に引き続き、4時の方でも、やらせていただきます。先ほどは本当にね、たくさんの方に見ていただきましてありがとうございました。こちらでも頑張らせていただきたいと思います。雨さんさんとこの身に落ちて、わずかばかりの運の悪さ、Making you say that it's not a good thing。
時間ですけれども、次の曲でですね、最後となります。まあ今年も本当に春夏秋冬全ての季節に、こちらに呼んでいただいて、どの場所でも皆さんの温かい声援を本当にありがとうございました。あっという間の私の2024年のチャチャタウンの演奏、だったんですけれども、本当に、最後も、皆さんと楽しく過ごせて本当に、嬉しく思います。飛んで飛んでのやつ知ってます？なんか すごいもう飛んでで分かるとすごいですね。まどかひろしさんのね、これをちょっとやってみようかなと、思います。終了となります。どうもありがとうございました。大丈夫ですか？まあ、ありがとうございます。やるつもりはいましたけど、ではもうこれで本当にね、今年最後の曲となります。次はまた来年もう初っ端お会いできると思いますので、皆さん元気で、お会いしましょうということで、最後は私の曲「ネバーステップ」聴いてください。素晴らしい歌声を聞かせてくださいモッチーさんにもう一度盛大な拍手をお願いします。本日もチャチタウン小倉にご来場。もうですね、次1月って言われたから、そう3ヶ月周期なんで、次はもう1月だ。楽しみに。いやもう必ず行けるけどね、いくつあれとかがね、大牟田とかは行けるけど、あこれ流しますんで、そういや遅い早く言う。それ流すやったらちょっとメイクもうちょっと もうちょっと今日はもう一日の流れを撮ってます皆さんにね、皆さんのことにこうやっぱ謎のベールに包まれてるからチャチャタウン、みんなね、どうやってやってるのかとか気になるみたいなので、今日はもう一日まるまるもう中からあるので皆さんもみたいな、しっかり映ってます。あとで YouTube で確認してください。明日か明後日ぐらい。はい、ということで、終わりました。2ステージとめちゃくちゃ盛り上がりました。いやー、本当これで今年のチャチャタウンのライブはまあ終わりなんですけど、いやー、よかった。いい1年4回、やらせていただきました。なんだろう。もう僕としてはもう全て合格点のライブだったと思います。またね、次は来年1月あたりにお邪魔したいと思います。お世話になりました。それじゃあ帰ります。いやー、まあ終わってみれば本当にね、いい一日でした。で、何より今日の一番の収穫は声の調子がまあトータルで保てたっていうことですよね。裏声もめっちゃ綺麗に出たし、何より今日のお客さんの反応が全てだったと思います。CD もめっちゃ売れたし、やっぱりそのコンディショニング能力って改めて今めちゃめちゃ重要性を感じてますね。そう、もうそれ次第で、そのなんか練習がどうとかね、そのトレーニングがどうとかももちろんやけど、土台をちゃんと作らないと始まりもせんなって今日本当に思いました。そういう意味ではバターコーヒー、ものすごく
頼もしい存在になってきました。今日はね、本当に気持ちよくね、帰れるなという、そんな一日でした。それじゃあ、帰りまーす。あー疲れた帰ってきました。うまい。Mm-hmm.